2月23日浜松市内を舞台に第10回浜松シティマラソンが開催されました。この大会は市民の健康、体力づくりと地域コミュニティづくりに寄与するとともに浜松市を全国へ PR することを目的に行われています。種目はハーフマラソン、5km、3km の全3種目22部門が設定され、市内外からおよそ1万人のランナーがエントリーしました。部活で練習頑張ってきたので、今回でいい記録を出していきたいと思います。結構人もいて、なんていうんですか、楽しいイメージが根付いたんでまた出ようかなっていう気持ちでいつも毎回出てます。第10回大会を記念してコースがリニューアルされたハーフマラソン、スタート地点の浜松市役所前では鈴木市長が挨拶を行い、浜松の市街地を楽しく走ってくださいと参加者にエールを送りました。午前9時ハーフマラソンがスタート。選手たちが全長 21.0975km のコースへ飛び出していきます。沿道から温かい声援が送られる中、ランナーは新たにコースとなった鍛冶町通りや JR 浜松駅前、アクトシティ浜松周辺など中心部を駆け抜けました。一方、四ツ池陸上競技場でも午前9時に 5km がスタート。少女和太鼓海鼓500が力強い演奏で選手たちを送り出し、レースに花を添えました。続いて65歳以上の方や小中学生らがエントリーした 3km がスタート。出世大名家康くんもトラックを走り、イベントを盛り上げました。さまざまなランナーが浜松の街を巡り、フィニッシュ地点では充実感に満ちた表情を浮かべた参加者が次々とゴール、自らの健闘を称えました。去年よりもタイムが縮まったので良かったです。来年もまた挑戦してみたいです。市民の方と一緒に走れて、友達とも走れるし、その地域の方がすごく応援してくれて、その声がすごい届いてきて、こう浜松一体となってこう盛り上がってるなっていうのを感じました。県内屈指のマラソン大会に成長した浜松シティマラソン、ボランティアスタッフの協力にも支えられ迎えた記念すべき第10回大会も大成功のうちに幕を閉じました。